さあ続いては特集キャッチです。全国の小中学生の不登校は2022年度およそ30万人と過去最多となりました。はい、そうした不登校の経験がある子どもたちを多く受け入れている音楽学校が福岡市にあります。そこは生徒たちが自分らしくいられる場所です。突然廊下で始まった弾き語り。ここは福岡市中央区にある高等専修学校 C&S 学院です。音楽やダンスの専門的な分野と国語や数学など普通科目の授業があり、必要な単位を取れば高校卒業の資格を得ることができます。全校生徒はおよそ90人、そのうち7割の生徒は不登校を経験したことがあります。週に2回ぐらい休んだりしてて行かなかったことがありました。 CS に行ってからはその自分のペースに合わせて楽しく過ごせる。まもなく卒業を迎える3年生の草場春菜さん18歳。春菜さんも中学生になってすぐに不登校になりました。先生から、言われた言葉でこう傷ついてしまって、こう人が信じるのが怖くなって、友達のことも家族のことも、まあ、自分自身のことも何も信じられないってなって、極度の人間不信に陥った3年間、多くの時間を過ごした場所はこの上にこもって、でこの上の方にぬいぐるみをいっぱい置いてて、でいつもここで過ごしてました。自宅の押し入れでした。家族の視線さえも避けていた娘に、母親のゆりさんは学校に行くよう力ずくで説得を試みたことも。無理やり押し入れから引っ張り出して、特に色喧嘩して、でも、やっぱ学校はそれでも行けなくて。しかし頑なな娘を見て徐々に考えを変えたといいます。好きなところに私が仕事の休みに連れて行ってあげて、その時だけ家から出るから、押し入れから出るから、ほっとする瞬間。春菜さんは母のおかげで少しずつ外に出られるように。学校に足が向いた中学3年のある日、 C&S 学院のパンフレットに目を奪われました。あ、すごい楽しそうだなって、そこでやっと将来っていうか、この先にちょっとだけこう笑える未来があるのかもしれないって思えて。この学校には生徒たちを縛るルールはほとんどありません。先生たちは不登校を経験した子どもたちにそっと寄り添います。一旦トイレに逃げ込んでもいいよとか、なんかいくら遅刻しても来ただけで偉いよとか、ちょっとずつちょっとずつ、慣れてきて自分も出せるようになったって感じです。C&S 学院で学んだ3年間でオリジナルの歌を20曲ほど作った春菜さん。学校生活の最後にどうしても叶えたい夢がありました。そのバンドをやりたいって思ってて、いろんな人を巻き込んでやることなので、
自分にはできないんじゃないかなって思ってずっとやれてなかったんですけど。バンドの演奏を披露するのは学校の卒業ライブです。私がですね、卒業ライブでバンドやろうと思ったり、それのギターとして聞いた参加で、ここです、参加お願いできませんか。はい、あ、やった勇気を振り絞って声をかけたのは4人の同級生と後輩。春菜さんの念願だったバンド、ミュージックガールズの誕生です。卒業ライブまでおよそ1ヶ月、限られた時間の中で試行錯誤を重ねます。披露する歌の作詞作曲は春菜さんが手がけました。この曲の曲名は第2の家にしたんやけど、まあここが私の第2の家と思っとって、ここに来てまたこう何やろ、人のこと好きになったし、私はこう言葉にするのが今もみたいに苦手なんよ。だから気持ちが伝わるように一緒に弾いてもらえたらすごく嬉しいです。そして迎えた卒業の日。今日それはそれは晴れ舞台。私の第二の家、私らしさを見つけた場所、騒がしいなまま立ち楽しく奏でる場所、僕らの第二の家、みんなまた帰る場所。この学校に出会えて、この学校でこうやって卒業できてよかったです。音楽でつながってるってきっとみんな思ってるから、これからも私は音楽と一緒に生きていきたいなって思います。それじゃ生きてき、かけがえのない仲間たちに囲まれ、誰も信じられなかったかつての自分を乗り越えた春菜さん、新たな一歩を踏み出しました。ありがとう。